いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県部前市の小林消防設備の小林です。えー、予備電池起動時の非常警報設備の起動方法及び復旧方法について確認していきます。今ですね、交流電源と点灯してて、電源のですね供給を受けている状態なんですが、今からですね、電源を遮断して予備電池起動に切り替えます。 予備電池の状態なんですが、前面のですね、電池試験ボタン、こちらを押すことでですね、確認することができます。そしたら、ですね、今から電源を遮断していきます。電源を遮断すると交流電源灯が消灯します。はい、電源遮断。交流電源灯消灯。今ですね、予備電池起動になっています。予備電池はですね、通常 AC100V、常用電源を受けている状態であればですね、 常時、ですね、充電状態にあるんですが AC100V がです、ね、火災等で失われる、常用電源が失われた場合にです、ね、充電状態から直ちにですね、放電状態に切り替わって予備電池がですねで、消防設備が起動する形になります。そしたらですね、今から予備電池起動の状態で起動とですね、復旧をかけていきます。 がで,ですね。強く押すのボタン強く押していきます。はい、復旧こういった形でですね、えー、予備電池起動によって上位電源を失われても一定時間消防設備は起動することができます。